変なのもありますけども、ちゃんと見てるとね、まああれはもうすごいコンサルタントですね、エンドユーザー直の。あれはそれは自分の客層に合ってないクレームを聞いたらダメなんですよ、はい、で注意しないといけないのは、言われたこと全部守ったらこれ全部めちゃくちゃになりますからね、全部揃えないといけないってなりますから、客層以外のことは無視。じゃあ福岡のあの長浜ラーメン、元祖長浜行ったことあるっていう人、行ったことがある、うまいと思う人ね、ほとんど手上がらない、思わないでしょ、ね、二度と行こうと思わない。大体7割ぐらいがもう二度と行かない、私もそう思いました。ところが年商3億です、あそこは1店舗大繁盛店です、高額納税者、なぜだと思います？行った人はみんな食べログも文句書いてますが、なぜここが、がっかり、なんか粉っぽい、なんか薄い、全然なんかイメージと違う、がっかりですというのが多いんです。だけど商売大成功、なぜでしょう。私ね、その裏に、ね、7年いたんです。7年目で分かったんですよ、そうなのかって。なぜだと思います？評判悪い、 なぜ成功してるか。これ大事ですよ、商売でめちゃくちゃ大事ですね。なぜうまくいってると思います？アンケート良くないのに。あそこはね、客は誰か、そこだけに絞ってるんです。あそこはすぐ横の福岡魚市場、肉体労働者、暴走族、タクシー運ちゃん、トラック運転手、肉体労働者のための店なんです、あそこ。さあ、その人たちに合う味と接客サービス。接客サービスないでしょ、いらっしゃいませありがとうないでしょ、何もないんですよ。私も最初、なんだこの味もまずいし接客もない、最低やなと思ってました。で、私の知り合いの竹内っていうですね、接客サービスコンサルタントが行って、その後にブログで書いてましたよ、最低って。元祖長浜最低ですね、信じられません。いや、そうだそうだと俺も思いましたよ、お前正しいよみたいな、最低だよなみたいな、だけで繁盛してるもんね、なぜだろうと思ってたの、そしたら、ね、肉体労働者、魚河岸の人たちがメインなん でその逆が一風堂ですよ。で、一風堂なんか 入っていくと、ね、下手したら膝つきますもんね、いらっしゃいませ、今日は暑いですねみたいなね、はあ、みたいな、麺の方さどういたしましょう、あ、わかりましたみたいなね、はい、で、それをあの元祖長浜の客にね、もしね、やったらですよ、あ、いらっしゃい、今日は暑い、あ、出せ早く、出さんか早くみたいな、腹減っとったよね、やろみたいな、いらん、接客サービスいらない、だこれが本音ですわ、本音なんですよ。接客サービスをしないのがあそこのお客、あの客層に対するいい接客の仕方で、かつあそこは高額納税者なのに、いまだに店が汚いままでしょ。ちょっと改装してもコンクリート打ちっぱなしで、もう全然なんかもう金かかってない、なぜだと思います？これもすごいですよ。あのね、同じ屋台からスタートして両方成功しました。元祖長浜屋と一心亭、両方とも屋台出身で成功したんです。で、ところが一心亭は自社ビルを建てて倒産しました。今も看板はありますよ、経営者も変わりました。なぜ自社ビル建てて倒産したんでしょう。まあ一つはね、あの樽を知らなかった、贅沢、必要以上な投資をやった、これがあります。あともう一つ、なんでしょう、なぜ一心亭が倒産したか。客が入らなくなった、なぜでしょう。綺麗にしたから長靴の人たちが入れなくなったんですよ。元祖は客は誰かと知ってるから、わざと汚い不愛想なままにしてるっていう、これがねすごいですよ。普通はね、成功したらね、かっこつけていくんですよ、みんな綺麗にしますね、これでダメになります。ですから、まあね、だから私もダサいでしょ、ダサいんです、もう全部ユニクロですから、もう980円の開きの靴だし、笑いが出ないですねまあまあいいや、だから私なんか富裕層、大企業、エリートサラリーマンには全く合わない、合わないんですけど、中小零細はね、多分こうね、親しみがあったりするんですけど、そういったあれですよね、うん、あ、その次のページ丸八はね、まあ、知ってる人は知ってますね。これはもうちょっと勉強好きな人はみんな知ってる。上はね、小さい家電店が生き残る方法、まあこの文章を読まないでください、ちゃんとまとまってたからあえて載せたんです。小さい家電店が、ね、量販店にバーッと押されてます。だけど私47都道府県全部行ったんで、一応ね、見ただけですよ、見てあっただけですけど、聞いた話ばっかりですけども、どこに行ってもね、ちゃんと生き残ってる小さい家電店があります。で、やってることが、成功パターンが決まってます。大体何だと思います？小さい家電店でもね、ちゃんとそれを守ってやれば、やって、そりゃ早起き長時間労働でビシッとやっていくのが前提ですけども、ね、
贅沢せずに商品地域客層営業の仕方で何でしょう、差別化、大手チェーンっていうの差別化、はい、アフター、ああ正解、営業の方法が御用聞きです。店にいません。朝になったらですよ、その集落の担当地域行って車を置いてずっと一軒一軒回ってます。おはようございます、おばあちゃん、鈴木さん、今日暑いねみたいな、お元気みたいな、ピンポーンとかこう、こんにちは、おばあちゃん、おおばあちゃん、まだ生きてたね、よかったみたいなね、こんにちはみたいな、あら、どうも、昨日録画できた、サッカーオリンピックできたみたいなね、あ、電球あ大丈夫みたいな、あ、クーラーちゃん、あそこら、あ、じゃあ掃除しとかなみたいなね、そういうこう一軒一軒三河屋さんみたいなやり方です、営業方法が。で、商品は新品を売りつけるっていうのもありますけども、ね、もう電池1本修理めんどくさいけども全部やりますみたいな。あと、はい、特徴なんでしょう、地域の特徴、いや全部田舎なんです。まあ当たり前ですよね。まあ最近ちょっとね、都心にあのジジババが戻ってはきてはいますけども、基本的にはもう田舎です。そういっためんどくさい商品サービス修理に絞って、田舎でジジババに絞って御用聞き、これがもう勝利のパターンですね、勝利のパターン。でこれで一番大きいところがですよ、年商13億で経常利益はちょっと今下がって4400万の町田にある殿下の山口か、うん、っていうところがこのやり方で、もう本も出してやったりしてますけどね、つかね、大手が攻めてる業界でもやりようがあるってことですよ、やりようが。でも都会で安売りやっちゃ勝てるはずがない、当たり前ですけどね、当たり前ですけど。で丸九はですね、マルキューはこれリフォーム会社です。まあこれはね、まあ簡単に言いますけど、カナさん、このリフォーム通信のチラシがうまくいってます。値段を出して何パー引きじゃなくて、僕たちの自己紹介と、ちょっとした家作りのお客さんに役立つ記事をやる、このチラシでね、うまくいってます。まあ、あの安売りチラシとかバンバンなんか PR 反則チラシじゃなくて、自分たちの自己紹介とかちょっとした家作りの手間、家のなんだケアのコツを書いて、いや新聞ですね、新聞形式、これが効果出ます、出てますと、この人の場合ですね。次丸10、11、10も11もですね、まあこれ簡単に、これホームページをですね、両方とも載してるんですけど、